それではいよいよ東京から鴎外の墓が津和野に分骨されたことの経緯についてお話をしたいと思います。鴎外33回忌法要、これは昭和29年に行う東京と津和野で法要の行事が行われています。で、津和野ではですね、この法要をですね、鴎外顕彰事業として町全体の一大文化事業にしようという、そういう動きがありました。で、そういう一連の流れの中で、墓の分骨が行われました。分骨は具体的には昭和28年の7月、これは鴎外33回忌の前年ですね、に行われました。もともとは、この元津和野町長さん、望月幸男さんという方、この方は大正時代に町長された方です。だからもうこれ昭和ですから、もう元町長になるわけですけども、非常に、行政もそうですが、文化事業とかに非常にその造形も深くて積極的に取り組んだ方です。で、その方がですね、町民の中では一番リーダーになって、この分骨を進めということを発想されて、当然ですね、森家の同意というか、森家がしてもらう必要がありますので、当時の森家の当主は鴎外の長男の森音さんですので、この方に働きかけをして、数年前から2人でいろいろ準備をしてきたということになります。で、東京善隣寺から津和野陽明寺にですね、これは鴎外の墓だけではなくて、お父さんの静雄さんの墓はもう墓そのものを移転すると、改装ですね。鴎外の墓に関しては分骨という形で津和野にもう一基作ろうと、そういうことです。で、同時にですね、今まで説明しました、滋賀県の土山の浄明寺にあるおじいさん白泉の墓、おばあさん清子さんの墓、お母さん峰子さんの墓、これらも、全部津和野の陽明寺に、一挙に改装するという大事業ですね。こういうことを進めていきます。で、これが現在の陽明寺の森家墓所の形に、なることになります。で、次の年には、改装されたり分骨された墓の前でですね、次の年の7月の12日、命日は9日ですが、これは9日は当然その東京での法要がありますので、9日に同時に津和野で行うことはできません。というのは、大戸さんとかが東京から来ていただく必要がありますので、9日にはできないということで、津和野では12日にずらしました。で、津和野で、挙行された鴎外33回忌法要に合わせて、墓の改装から、今日は話しませんでしたけども、森鴎外の生まれた家がですね、実は今は元のところあるんですが、この時より前には家そのものが別のところに移築されていたんですね。それをまたさらにまた元に戻すという事業も一緒にやってます。で、生家の移築もやってます。それからそのに合わせて、記念の紙碑も作られています。で、これらはですね、森音さんも、津和野に来ましたし、この紙碑に関わったですね、佐藤春夫という、まあ、大作家ですね、の佐藤春夫さんも、津和野に来て講演をしたり除幕式をしたりと、そういうことをしてますので、それらが町としては戦後初めての一大文化事業だというふうに位置づけをされて実施をされています。で、さっき言いました鴎外の生まれた家の移築に関しましては、鴎外のゆかりのあった、今でもあります、津和野にありますが、薬屋さんですね、伊藤家、伊藤高津屋白石堂という薬屋さんがあります。そこの持ち物だったんですね、森家の家が。で、伊藤さんから、町に寄贈がありまして、それを移築したという形になっております。さっき言いました佐藤春夫さんは私費に関わりまして、詩を選んだり記号も行ったり、津和野に来て講演を行ったり、そういうことが29年に行われ、その前もって、墓の分骨遺骨改装が行われたという、これが28年から9年にかけての、津和野の動きですね。で、結果として、これはですね、ちょっと本から取りましたけども、実際に、こういってこう正面になって、正面にこれ陽明寺の墓の配置図ですね、ちょっと今回作ってみました。森林太郎墓がドンと前にあって、
実は面白いんですね。これ考えてみると、後からこうやって配置されたのが分かるのは、一番最後に死んだ鴎外の墓が一番正面にあるという。普通はだから死んだ順番に作っていくとありえませんので、これはもう直したということが分かるわけですけども、ですぐ脇にはお父さんの墓ですね。でお母さんの墓があって、これがおばあさんの墓がありますね。からおじいさんの墓はあるんですが、実はおじいさんの墓だけ2つあるんですよ。これもともとこっちがあったらしい、津和野にはあって、こっちの墓がですね、滋賀県の土山、亡くなったところにあった墓らしいです。それも持ってきましたので、結果的に現在2つあることになっています。でそれがなぜわかるかというと、こっちの墓の方 の, あの側面にですね、石州津和野遺憾森白泉って書いてありますので、津和野でこんなこと書く必要ありませんからね。土山で津和野の人が亡くなった墓だからこそ、この書く必要があったので、書かれて立っていたのもそのまま持ってきたということがこれでよくわかる。あとはずっとご先祖の墓で陽明寺に集まっていたのをさらに再配置をして、今はこういう状態になっているということですね。それでまた最後の最後、本当に鴎外の墓はなぜ津和野、今までは経緯です。でこれがなぜそういうことになったかということを、僕の考えも交えてお話したいと思いますが、とにかくさっきも言いましたが、分割を推進したのは鴎外の長男である森音さんが一番リーダーになってやったことは間違いない。これは当時は森家の当主が森音さんだからですね。当主がイエスと言わないと絶対できないことです。で、まあ、音さんはどんな方かというと、まあ、最初にも言いましたが、最初に鴎外が結婚した奥さんのたった一人の子供ですね。で音さんが生まれた、すぐに離婚をしていますので、実は音さんはおばあさんの峰子さん、おばあさんに育てられています。まあ、音さんから言っておばあさんですね、鴎外のお母さんですね、育てられています。で名前がちょっと変わっていますね。音、これはドイツ名オットと、それから中国の古典で、オトという言葉があるらしいんですが、これは虎という意味らしくて、それにちなんで鴎外がつけたということですね。鴎外はドイツ、自分がドイツに行った時に、森林太郎という名前が非常にドイツ人が読みにくくて自分が苦労したと。だから自分の子供には西洋風の名前をつけて海外に行った時に困らないようにしたいと、そんなこと思いがあったみたい で最初の子供にですね、オットとつけていくと。で鴎外の息子や子供や孫の名前は非常に面白いので、これはこれでまた別の機会にまとめてお話をしたいとは思っていますけど、その第1人目が音さんですね。音さんもお父さんと同じように東京帝国大学の医学部を卒業して、医学博士として解剖学の権威として大活躍をされた方です。実際には東京帝大や台湾の台北大学、台湾の大学が長いんですね。戦争が終わるまでずっと台湾の先生をしてまして、戦争が終わってさらに2年ぐらい台湾に残っていて先生をしていますね。で、まあ鴎外一族の中で一番最初に鴎外や森家の回想記などをたくさん書いた人です。だからこれ第一級の鴎外研究の資料にもう前からなっています。で自身もですね、たくさんの子供がいて、これ名前の話はまたしますけども、名前だけ言っときますと、音さんの子供の全員男なんですが、マックス、トム、レオ、ハンス、ジョージ、とても日本人とは思えない、並べて言うと、こんな5人の子供に恵まれた方です。でキーになるのはもう一つですね、鴎外の残した7月6日に加古鶴戸という親友が筆記をして、鴎外が口述をして、加古さんが筆記をした有名な有名な遺言がありますね。これはまあレプリカを写真に撮ったものですけども、なぜこれを撮ったかというと、普通よくですね、鴎外の遺言が写真だったり引用されるときにはここまでしかないんですよ。ここからこっちが走られてることが多いんですけど、僕の話はここから先が大事ですので、ここまで全部書かれているレプリカを見つけましたの でこれを写真に撮りました。で読みにくいのでこれを文字に起こしています。こういうふうに書いてあります。
まあ、全部読むと長くなりますので今日必要なところだけ読みますが、真ん中あたりにちょっと前に世は石見の人森林太郎として四川と欲すと有名な言葉があります。さらにもう3行ほど先に、森林太郎として四川とすと、この2行が非常に大事ですね。でさらに内容的には今日の趣旨はここを中心にします。でその後ですね、さっき普通ははしょるといった場所を読んでみますと、森林太郎が言いました、過去鶴堂が書きました、普通ここで終わってます。その先には何が書いてあるかというと、森林太郎も名前が書いて、本人の名前が書いてあって、段音と書いてあります。これはおそらくこの遺書の遺言の宛名だろうと、これが言った人の名、ここにも書いてありますけど、ここでこれが、森林太郎の息子の音という意味かもしれません。とにかく、音にこれが宛名だと思うんですね、僕は。だからここ実は略してはいけないと本当は思うんですけど、これで友人総代過去鶴、これはですねどっちかというとこれは宛名というよりもどういうんでしょうか、立会人のような、そういうその立場でここに友人総代過去鶴って書いてあるのかなと、そう捉えた方がいいのかなと思う。大事なのはこの赤字ですね。とにかく森音に当てて書かれた遺言であるということが抑えて、ちょっと押さえておいていただきたいと思います。それで、まず鴎外と音さんの、まあお父さんと息子で関係は分かりきってるんですけど、でもちょっと面白いなと思うのは、音さんは本でこんなことを書いてあります。ボタンという詩があるんですが、鴎外が書いたボタンという詩があるんですが、そのボタンの中に出てくる小金神ゆらぎし乙女、これはですね要するに金髪の女性という意味ですので、舞姫のエリスのことだというふうに言ってますが、父の永遠の恋人ではなかったかと思うと、こんなことを息子が言ってるんですよと書き、その根拠の一つとして、父は、当時中学生の私にこのボタンは昔ベルリンで買ったのだが戦争の時片方なくしてしまった、取っておけと言って、その方はのボタンをくれたと。カウスボタンですね。だから2つが対なんですけども、で死に書いてることが事実だったみたいでですね、でおそらくまあこういうこと書いてある、この時にですねその一緒にボタンを買った女性が鴎外がベルリンで付き合っていた女性だということを、おそらく鴎外は中学生の音さんに告白をしたんだと思うんです。告白というか話したんだと思うんですね。そのことをまあ中学生の音さんがどう受け取ったかは、まあ、自分は子供すぎてよくわからんかったみたいなことをこの後書いてますけども、でもこの舞姫のエリスが永遠の恋人だったということは分かったみたいで、こんなことをだから言い合えるというか、鴎外から見て音と息子音というのはなんか男同士の友達みたいな、なんかそんな感覚があったのかなというのを、そういうことを感じるこれ文章なのかなと思ってちょっと引用してみました。ここに書いてありますけどね。でそういう関係の2人ということを念頭にもまた置きながら、最後のところ話してみたいと思いますが、まあ、さっき音当てと言いましたけど、やっぱり遺言は文学者鴎外が、書いたもんですし、あの遺言はですね明らかに内容から言っても、文豪である父の遺言は明らかに公表を前提として書かれた鴎外最後の文学作品であると、これはもう研究者はみんなそういうふうに捉えているはずです。でそういうことは間違いないと思います。ところがですね、音さんから見たら先ほどの段音という宛名があるわけですから、それを見るとですね、音さんから見ると自分に宛てて書かれた遺言でもあることを強く意識していたんではないかと僕は考えています。でしかもですね、鴎外の死に目に音さんは会ってないんですよ。鴎外が亡くなる数ヶ月前にドイツに留学をしています。
で留学してすぐちょっとしてから鴎外が亡くなっていますので、当然すぐは帰れませんので、留学を続行しましたので、音さんは鴎外の死に目に遭ってない、鴎外の臨終を見とれなかったわけで、そういうこともですね、音さんにはまあしょうがないとはいえ、残念な気持ちはあったんだろうなと、そういうことがさらにそれにいないところに、ところで書かれた遺言が自分に当てられていることをさらに強く思ったのではないかなというふうに考えています。で、大人さんにとって岩見人森林太郎の意味は何だろうかと、で帰ってきて遺言を見た時の大人さんの心情を考えています。まあ、文骨の話そのものはですね、音さんから発想したものではないと思います。さっきも言いましたように、津和野の望月元町長さんたちが地元の人間としてとにかく津和野に鴎外の墓を文骨してほしいと、強い要望で始まったことは事実ではあると思いますけども、しかしその望月さんたちに相談をされた音さんは、自分宛ての遺言で岩見人森林太郎として視線と欲すというふうに述べていた最後の言葉が非常にやっぱりずっと引っかかっていたと思うんですよ。でそれでそういう地元から津和野からですね、分骨をしてもらえませんかという話が来た時に、その時その津和野への分骨によってやっとですね、お父さんが岩見人森林太郎として死にたいんだということを自分が分骨をすることによって鴎外の遺言をある種完成させるというか、そういう好機になると考えたのではないかなというふうに僕は思っていますので、今日のお話の実は肝はここが喋りたかったということなんですね。でもう一度それを踏まえて、見ていただきたいと思います。こうですね、世は岩見人森林太郎として視線と欲す。実はこの後にはさっきも言いました、岩見人も亡くなっていって森林太郎として四川と相撲出てくる。で、おそらくこれがですね、本当の遺言の肝ではあると思いますが、その前段としてやっぱり岩見人というのが出てくるわけですから、これがある以上お父さんはこの遺言の完成者として、息子として、最後完成させたいというふうに考えたのだと思います。それで、これがまあ本当に最後の最後になりますが、こうやって今は、2つの森林太郎墓、こちらですね、興福寺から移ってきて、東京の三鷹の善林寺に今でもある、墓石がこちらですね、それから、全く同じスタイルの、墓が津和野に分骨をされて、津和野に陽明寺の墓石があると。現在だからこうやって2つの森林太郎墓が存在するんだということを、その方にご紹介をしたくてこのお話をさせていただきました。どうも長い間ありがとうございました。